Hey, how's it going, everyone? This is the Anime Man, and welcome to... Here it comes! Oh. That's such a cool outro. I mean, intro. I mean, fuck. God, I'm so overwhelmed right now. Anyways, guys, welcome to Angel Beats First Beat. This is the trial edition of the Angel Beats visual novel that will be coming out on June the 20th. Second, I believe, in Japan, and I finally managed to get my hands on the trial edition of this game. Fuck, look how pretty this looks. Like, oh, so good. I can't believe it. So, as I said, this is the trial edition, and this is in Japanese, so I will be going through English subtitles, and I'll be playing through the entire trial, because I most likely won't be able to, or won't be bothered, to give you guys the full let's play of this game when it comes out in full. But let me just go through the configs for a minute. I have to turn down the background music quite a bit, unfortunately, because Key Studios, because this is done by Key Studios, are really anal about music. So yeah, hopefully the voices are nice and high though. Let's just see. 私は死んだ世界戦線のリーダーなのよ. That's nice and loud. All right. So, anyways, guys, let's do it. It is a bit unfortunate that I have to put the volume down, but it's how it's gonna go. All right, so I will be reading in Japanese. So, here we go. 目覚めた。 そこに広がっているのは満天の星空。 夜。 仰向けになって倒れているようだ。気絶でもしたのだろうか。ゆっくりと体を起こし、軽く上半身を動かしてみる。どこにも痛みはない。さて、ここはどこだ。なぜ俺はこんなところに倒れていた。そもそも、俺は誰なんだ。ようこそ、死んで田丸香先生へ。ちょっとだけど、入団してくれないかしら。 声が後ろから聞こえた。ああ、自由に。ファッキンラブ。振り返ると、そこにはライフルを構えている一人の女性との姿があった。目はライフルの照準に合わせたままで、こっちは見ていない。何なんだ、この非日常的な光景は。映画の撮影現場にでも潜り込んだのか。ここに至る記憶もない。なんだ、何が起きてるんだ。寒気を覚える。あなたがここにいるってことは死んだのよ。Great! 総女生徒は続けた。本当に学生かはわからない。学生服を着ているから女生徒と見なしただけで、普通の女生徒はライフルを構えたりしないものだ。That's true。よくわからないんだけど、立直な感想を述べた。こんな声なのか俺は。あなたは死んだの。そしてここは死んだ後の世界。何もしなければ消されるわよ。ええねえ。消される？誰に？そりゃ神様でしょうね。God damn it, God! 突拍子もない単語。 神様、いるのか。こんな世界があるんだもの、いなきゃおかしいわ。That's true。こんな世界って。何度も言わせないでくれる。ここは死んだ世界なの。あなたは死んだの。まあ、いきなり即死とかだったら死んだ自覚はないでしょうけど。Yep, so if you guys have never seen the anime, this is how it begins. This is the story of Angel Beats. By the way, if you haven't watched the anime, highly recommend it. 覚えてないんだ。じゃあ、即死だったのかもね。 時期記憶は戻るわ。そういう世界なの。本当に死後の世界なのか。記憶がないパターンは厄介ね。平気液されが。Oh, okay. So we can choose to believe her or to doubt her. Well, being open-minded, gentleman that I am, I'm gonna believe her. 信じるよ。あら、記憶がないにしては聞き分けいいのね。 一発ぐらい致命傷を与えてみようかと思ってたところなのだけど。I didn't... No, I don't want that to happen. するとどうなるんだ? 時間が経てば治るのよ。要は死なないの。死後の世界にいることを実感するには持ってこいの方法なの。でも、痛みは? もちろん死ぬほどの痛みを味わうわ。Damn it! 勘弁してくれ。まあ、信じてくれるのなら安心して。危害は加えないわ。You better not. ああ、信じるから。で、俺にどうしろと? 入隊するのよ。
その入隊ってのは何？死んでたまるか戦線。まあ舞台名はよく変わるわ。最初は死んだ世界戦線。That's the one I remember. ローマ字にした頭3つを取って 3S 略してる。Yeah, Rebels Against the God。 女性とアホラと制服の裾についているワッペンを指さした。確かに SSS の表記が月明かりの中でも確認できた。でも死んだ世界戦線って死んだことを認めてることになるんじゃね、という意見により破棄。That's true. 以後戦線を続けてる。今は死んでたまるか戦線。その前は生きた心地がしない戦線だったわ。完全にネタだったから一日で変わったけど、冗談で言ったらマリッチブル戦線になったこともあったわ。何と戦う集団なのよって話ね。もしあなたにもっとマシな案があるなら聞かせて。私が考えるの飽きてきたところなの。かなり喋ってもらったがどうでもいいことばかりじゃないか。俺はまず当然の疑問を口にすることにした。あのさ、それって本物の銃？ここに来たやつはみんなそんな反応するのよね。順応性を高めなさいよ。あるがままを受け止めなさい。受け止めてどうすればいいんだよ。戦うのよ。何と？あれよ。Oh shit, it's Kanade. Or Angel, I should say. Be spoilers for people who haven't watched the anime. 彼女は照準の先を指さした。あれが死んでたまるか先生の敵。天使よ。やっぱ死んでたまるか先生はとっとと変えたいわ。あなた考えておいて。She's so fucking cute. I love it. グラウンドを小さな歩幅で歩く女性と、それも制服を着ているから女性とだと思っただけだ。天使？普通の女の子じゃないか。そう見えるけど、あいつは人間じゃない。は？その凶悪なる力を行使して、私たちを無理やり授業や部活やテストに追い立てるのよ。へえ。おいおい待てよ。あなただって見つかればすぐ彼女のブラックリストに乗ることになる。そこから始まるのは退屈な授業、疲れるだけの部活、バカを試されるだけのテストの数々。Damn it。聞きながら冷や汗が出てきた。これはまずい。一度はこいつを信じたから却下させてもらいたい。状況がじゃない、こいつが行かれていたんだ。だから俺はグラウンドを歩いている女生徒の方を指さして提案した。あの、向こうの方に行っていい？はぁ？ライフを投げ出して俺に迫り寄る。あなた、信じるって言ったじゃない！なのになぜ？わけわかんないわ！どうしたらそんな思考に至るの？頭おかしいじゃない！ Hey, chill out, woman. Jesus Christ. Can't a man have an opinion? 今にものしかかってきそうな体勢でまくし立てるからたくさん唾が飛んでくる。いいよ。いや、学生なんだから授業を受けるのは当然だろ。死んでんのよ、私たち。すごく矛盾したこと言うやつだな。死んでたまるか先生じゃなかったのかよ。その死んでたまるかはこのまま死んでたまるかって意味。じゃあ死んでないじゃん。だったらやっぱ授業を受ける方が自然だ。あのね、死んじゃったけどこのまま死ねるかってギリギリのところで抗ってるの。そこに今いるのよ。ここはそういう世界なのよ。そんな世界で授業を受ける義務なんてあるわけないじゃない。Main character's just trolling at this point. あなたバカなんじゃない？いっぺん死んだら。これは死ねないこの世界でよく使われるジョークなんだけど、どう笑えるかしら。Oh my god. What kind of choice is this? So, is that, so we either laugh or just calmly retaliate? I'll just laugh, fuck it. なんて乾いた笑い。この世界では鉄板ジョークなのに。It's a pretty shit joke, not gonna lie. いや、これぐらいで許してくれよ。とりあえずどいてくれないか。黙ったままこっちを見ている。そんな女性との隣を通り過ぎるとき。あなた、それでいいの？何が？授業を受けて、部活して、テストを受けて、それで消えちゃって。いや、だからそういう話は。本当の意味で死んじゃうのよ。その顔は嫌に神妙だ。でも、今あなたはここに存在している。それをみすみす捨ててしまうの？それをあなたは悲しいと思わないの？俺は黙り込んでしまう。ユリッペ、新人の勧誘の手はずはどうだ？ああ、it's fucking... ああ、what's this fucking... ヒナタ、that's him. 新しい声。ちょろいとか言ってたけどさ。fucking ヒナタ。勧誘？ちょろい？やべ。仲間が吹っ切れた。俺、向こう行くわ。純の照準を合わせられていた小柄な別数の女性とは運動場にいた。近づくため目の前の大階段を降り始める。うわあ、勧誘に失敗した。 Jesus Christ, she's right up my ear. え、俺のせい？お
他に誰がいるんだ、こら。背中からにぎやかな声が聞こえてくるが当然無視。わけわからない、何なんだったく。視界には入っているはずなのに女性とは全然俺に気づいてくれない。なので仕方なく俺はその前に立ち塞がった。嫌でも俺に気づく。Oh my god, I love her voice. しかし彼女の反応は目を合わせるのみだった。だからこちらから話しかける。あんたは天使とか呼ばれてきたのか。天使？あんたと戦ってるっつうやつらがそう言ってた。クラス 3S のこと？ああ、多分そいつら。天使だからあんたが成仏させるんだろ？違うのか？私は天使なんかじゃないわ。じゃあ何？生徒会長。え？この学校の？こくりとうなずくだけで答える。じゃあ連中は？クラス 3S。クラス 3S。クラス 3S。3年 S 組。まさかそんな お遊びに付き合わされてたとは。アホだ俺は。くっそ、記憶がねえからからかわれたんだ。自分が誰かもわからないから病院に行くよ。ん？病院なんてないわよ。は？どうして？誰も病まないから。待て。なんだこの寒気は。待て待て待て。それもどうして？みんな死んでるから。Ah, the cinematography is fantastic in this, and it's a visual novel. Jesus. 寒気が反転して怒りに変わった。ああ、わかった。てめえもグルなんだな。俺を騙そうとしてんだな。なんだ、その記憶喪失もお前らの仕業か？俺は一歩近寄り、苛立ちに任せて声を荒げた。記憶喪失はよくあることよ。ここに来た時は。事故死とかだったら、頭もやられるから。また死後の世界ってやつか。じゃあ証明してくれよ。俺は死んでるからもう死なないってよ。ガードスキル。ハンドソニック。Oh shit. Oh, dead animation だ。Nice. 右手のコーンに格子状の何かをまとった。なんだよそれ。光る刃。それ以外に言葉が見つからない。さて、どうしたものかしら。ならそれで心臓一突きにしろよ。それで死なないって証明できるだろう。お前にそんな度胸があるならな。そう。そいつは最後に一瞬だけ悲しそうな顔をした。Oh fuck. Alright guys, I'm actually gonna end this episode right here. So these episodes, I wanna make it like a proper series, so I'm actually gonna stretch it out as much as I can. Also, right now I've got like a little bit of a thing going on with my channel and I can't upload very long videos, unfortunately. But don't worry guys, I am gonna play through the entire trial, and I heard the trial is pretty long too, so since I can't play the full game, I'll play at least the full trial. So I hope you guys enjoyed this first episode. Look forward to the next one. Thanks for watching. As always, like, favorite, enjoy, subscribe for an event. See you guys next video, whatever I make. Keep watching anime. Ciao!